はい。直行化する5回目の今回は、前回に続き多項式のベクトル空間で直行化していきます。今回は内積としてマイナス1から1の積分を使っていますので、期関数が積分すると0になるということを使うと、前回よりは実は楽になります。それを見ていきましょう。 前回同様に V1 イコール A1 イコール1と置いて A2 を X、A3 を X 二乗と置いておきます。で、V1 と V1 の内積は1の積分で2になりますね。したがって V1 の長さは √2 となります。1ではないことに注意しましょう。それから A2 と V1 の内積は X と1の内積ですから、これは基幹数なので0。 ということになりますつまり V2 はすでにもう直交化しているので A2 はすでに直交化しているので V2 イコール A2 となるわけですねで実際計算してみると V2 は A2-V1V1 分の a 2 v 1 v 1でしたから A2V1 がゼロになるので、えー、この部分が消えて V2、えー、イコール A2 となって、えー、すなわち V2 イコール X となりますえ、特に V2 と V2 の内積は x の2乗のマイナス1から1の積分ですから3分の 1x3 乗となって3分の2となります次にですね a3 と v1 の内積を計算します a3 と v1 の内積は a3 が x2 乗ですから x2 乗の積分になりますしたがって先ほどと同じように3分の2で a3 と v2 の内積は x の3乗の積分ですから今度は基関数なのでこれは0となります。したがって v3 は a 3 v 1 v 1, 分の a 3 v 1 v 1分の a3v1v1 とス v 2 v 2分の a3v2 ですから、えー、x の3乗 −3 分の 2÷2×1−0 となって x の、えー、2乗 −3 分の1となります。 したがって特に V3V3V3 と V3 の内積は X の2乗マイナス3分の1の2乗をマイナス1から1まで積分したものになりますので X4 乗マイナス3分の 2X2 乗プラス9分の1を積分したものですね。したがって5分の2マイナス3分の2の3分の2倍で9分の4ですね。プラス9分の2となって45分の8 となります。これは90分の16ですからルートを取ると3ルート10分の4となりますねしたがって正規化して最終的に次の正規直行規定が得られるわけですね U1 は V1 の長さルート2で V1 を割ったルート2分の1ですね U2 は V2 の長さルート3分の2ルート3分の2ですねで割ったものですからルート2分の 3すなわち2分のルート6を V にかけたもので U3 が V3 の長さ3ルート10分の4の逆数すなわち4分の3ルート10をかけたものとなります。